2020年2月19日水曜日の木村よしこの気になる銘柄です。今日のタイトルはお家騒動積水ハウス緊急点検株主総会というふうに題しましてお送りいたします。持ち株のチェック、いざという時に迷わないための知識を身につけたいですよね。さてコード番号1928、積水ハウスに何が起こっているのでしょうか。2年前にマンション用地をめぐる詐欺にあったということで、2018年事実上解任された積水ハウス前会長の和田氏自らを含む11人の取締役候補の選任を求める株主提案を今年の4月株主総会に提出、今年の株主総会大変注目されるところなんですね。内容といいますと、2017年夏の地面師事件について、内部で調査報告書が発表されたわけですけれども、これを社外に公表しないことを問題視しております。すなわちガバナンスが不備ではないかと、これでは株主の信任を得ることができないだろう、したがって安倍さんは辞めるべきであるということをアメリカ側からの提案を受けながら対策を進めていくと言っていらっしゃいます。アクティビスト登場かということも考えられますので、持ち主ホルダーですね、株主、さんはどういうふうに判断したらいいかなと思ってらっしゃるかなと思います。さて現会長の和田さん、そして現在会長である安倍さん、そして中井社長との対立があるようですね。2017年地面師グループに大金を騙し取られて、社内の調査対策委員会は当時社長だった安倍さんについて事実上重い責任があると指摘、これをめぐる内紛が起こりました。安倍氏と当時会長だった和田氏はお互いに解任動議を出し合う事態に発展してしまったんですね。しかしながら和田会長の方が2018年1月24日事実上の解任に追い込まれてしまったので、和田氏は復権をかけて株主提案をしていこうという姿勢のようですね。和田さんと言いますと、1998年に積水ハウスの社長に就任するや、同社を売上高2兆円企業に押し上げた実力経営者と言われております。当時の社長兼 COO だった安倍さんは腹心だったんですよね。ところがこの五反田駅に近い老舗旅館の跡地をめぐる売買取引、売買契約で地面師に騙されてしまったことの責任はどちらにあるのかということで、お互いがお互いを解任する、そういう動議を出し合います。和田さんがですね、安倍氏を解任するということの議案を出した時には5対5で否決されてしまい、安倍氏側は和田氏を逆に解任するという動議を提出いたしまして、過半数の6票を握ったということで、和田さんは多数派工作をされていたなということを感じ取り、会食動議を可決される前に、悟ってですね、そして辞任を申し出たという経緯があるようですね。安倍さんですけども現在、とはいえ無傷ではなく大阪地裁に株主代表訴訟を起こされております。現取締役4名と含めまして安倍さんらは地面師事件の全館注意義務違反に問われているんですね。また和田さんのインタビューによりますと、業績悪化、取引企業、社内からも不協和音が出ているのではないか、シンボル不動産などの売却で業績悪化の穴埋めをしているではないか、死んでも辞めないと発言しているらしいけれども、そこまで責任を取らずに、権力に集中するのはどういう了見なんだということが、和田さんのインタビューから浮かび上がってくるんですね。安倍さんってどんな方なんでしょうか。なんかちょっとお顔がという感じですよね。さて、1928年積水ハウス、有名な住宅メーカーですよね。建設工事の請負い並びに施工、有料老人ホーム、その他医療介護系の施設の経営並びにこれらに関する経営コンサルティングもされているということで、従業員数は 16,538 名、1級建築士や2級建築士などの優秀な方たちが社内にたくさんいらっしゃるということですね。時価総額では住宅メーカーとして
大和ハウス工業に次ぐ位置にあります。東証一部では82位というね、大会社でございます。さて、ゴールデンチャートのですね、サイトからですね、積水ハウスの業績の数字だけを追っていきますと、まあなかなか頑張ってるなという、そういう流れです。そして、まあ和田さんの就任された当時、確かに株価は一時的に上がりましたけれども、まあ、その後少し低迷期がありまして、リーマンショック前の前年の2007年2月にはですね、当時の高値を頑張って、つけてたわけですね。ところが、まあ、その後ですね、安倍さんの時代になったらどうなったのかということですけども、和田さんを解任した後、まあ、確かに、大金を騙し取られたダメージもあり、株価も下がったんですが、和田さんの時よりも株価は伸びてるじゃないかというのが、まあ、安倍さんの主張でしょうね。私の方が経営手腕は確かなんだということなんでしょうかね。さて、積水ハウスですけれども、まあ、株価の日足を見ますと、確かにちょっと調整やむなしというね、もう移動平均線から随分株価が離れていますので、どこかで調整する場面があろうかと思いますけれども、まあ、現状のところですね、増配傾向ですし、一株純利益も伸びているし、PR 連結予想で 11.7 倍ですし、配当利回りも 3.45% ということなので、まあ、この数字の面からは火の打ちどころがないような状況に見えますね。で、現執行部はですね、この和田さんの株主提案に負けないようにするためには、おそらく自社株買いや増配などで信任を得たいはずです。なので、まあ、現状のホルダーさんにしてみると、現執行部安倍さんの方も躍起になってですね、自社株買いをしたり増配をする可能性を、まあ、ちょっと考えておきたいところですよね。さて、まあ、旗から見るとね、私はホルダーではないので、旗から見るとですね、まあ、この和田さんにしろ、安倍さんにしろ、経営者としてはね、それなりの手腕がある方だと思いますけども、そもそもあなたの顧客は誰ですかということに立ち返っていただきたいなと思いますね。まあ、何しろですね、私たち、一般人にとりまして、住宅というのはですね、一生涯にそうそう建てるものではないですよね。まあ、個人の人にとってみると大事業ですよ、家を建てるっていうのは。その夢を売らなくてはいけない会社がですね、内紛騒ぎ、ちょっといただけないなと思うんですけども、皆様はいかがお感じになりますか。かつてはこんなに笑顔で仲良く経営したんでしょ。いがみ合うようなことっていうのはいかがなものかなと思いますね。でも私もね、男の人同士のこういう対立って見たことあるんですけど、譲れないものなんでしょうかね。お互いに和気あいあいとできないんでしょうかねって、まあ、女性ならではのね、そんな考えは甘いと言われるかもしれませんけど、ちょっと男の人の対立がこじれると大変なことになりますよね。業績面では、今のところね、まあ安倍さんも突っ込まれないように頑張ってるということが言えるかと思います。まあね、今までの私の投資家として、あるいは株式評論家としての、経験則でアノマリー的に言わせていただきますと、こういう内紛が起こっている時には、3番手の会社がですね、この積水ハウスのね、あの立ち位置を虎視眈々と狙ってるということがね、ありえますので、まあ積水ハウス、内紛もほどほどにしてですね、しっかりとした経営をお願いしたいもんだなと思います。それでは皆様からいただいているメッセージに沿いましてですね、まあ、明日は皆様のコメント欄を参考にさせていただき、動画を作りたいと思います。引き続きよろしくご視聴のほど、チャンネル登録もお待ちしております。さて、いかがでしたか？木村よし子の気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また、月の初めの1日正午には、月刊木村よし子。そして、月に2回、木村よし子の経済都市伝説で、面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上、ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。